初めてお会いしたけど、いい魔女だね、レインさん。そっか、君にとって大事な方ならなおのことこうしてご挨拶できてよかったよ。それに、あっ、狼の遠吠えだね。距離は遠いみたいだけど。急いだ方が良さそうだね。嫌だよ。絶対に見捨てたりしないよ。食べられるなら君と一緒がいい。ほら、怖い想像してないで本当に急ごう。駆けつけてきたのかな。もっと早く走れる。ここからなら学校に戻るよりゾンビの街の方が近い。一旦そこに避難しよう。頑張って。振り返らないで。僕らを見つけたんだ。足音も近い。追いかけてきてるのは一匹じゃないみたいだ。顔を上げて、バリケードが見えてきた。ここから入り口までは回り込んですぐだよ。もう少しだけ頑張ろう。どこ行く気？入り口はそっちじゃ。抜け穴、前に使ったやつ。急いで。ダメだよ、早く。僕らが入れたくらいだし、可能性は大だね。町のみんなを全員守ることはできないけど、君の盾くらいにならなれるよ。僕が引きつけてる間に君は逃げて。これは。
みたいだね。このバリケード、何かしらの術式が組み込まれてるみたいだ。ただのバリケードじゃないってこと。多分外部からの不法侵入をこれで阻んでるんだ。だから術式の発動条件があるんだと思う。ゾンビだけが通れるだと、透明人間である僕が入れた理由がわからないし、前に君のおじい様もこの町にこっそり入り込んでたって話を聞いただろ。つまりゾンビだけじゃなく、同じ仮想階級の透明人間にもこのバリケードは意味をなさないんだ。術式が発動する条件がそのものの中に潜む悪意なのか、それとも一定以上の階級種族には全て効くのか、どちらにしろこのバリケードはゾンビを閉じ込めておくだけのものじゃないってことだよ。いや、閉じ込める目的としては弱いから、外部からの侵入を拒むことが一番の目的かな。よく考えれば立場が一番弱い種族だもの。国が君たちを守るために囲ったと考えても不思議じゃない。そうじゃないんだけど、こんなに厳重な保護柵が作られた理由を考えてしまったんだ。うん、誰が作ったのかは知らないけど、こうやって保護しなければならないほど、この世界で君たちはか弱い存在なんだ。それを改めて思い知らされた気がして、傷つきやすくて回復力もない身体的に最弱なゾンビ。そんな君を透明になるしか脳のない僕にちゃんと守れるのかなって少し不安になったんだ。君は強いね。本当に眩しいくらい。あら、そこにいるのは、やっぱりあなただったのね。ユリアさんの葬儀以来かしらね。今日はどうしたの？帰省しに来たの？そうなの。そっちの子は見かけない顔だけど。僕は。ああ、あの時の。この町にお客様なんてとても珍しいことだから気になってはいたのよ。そうだ、葬儀といえばね、こないだもあったの。町外れに住んでたハンナ婆さんよ。大往生だったんだけど、ほら、ハンナ婆さんはずっと独身で旦那さんも子供もいなかったから、遺品整理私も今手伝ってるのよ。かわいそうよね。誰も死に目に会えなかったのよ。死亡が確認されたのだってずいぶん経ってからなの。孤独死っていうのかしら。誰にも見取られず、誰にも気づかれずに、なんて、悲しいわよね。あ、そうだ、この子、いらない？ビスクドールよ。ハンナ婆さんの遺品なの。
廃棄処分するつもりだったんだけど、綺麗でしょ？ただ捨てるのももったいない気がして。私が持ってるより若い子が持ってた方がハンナ婆さんも喜ぶと思うのよね。いいのよ、もらってくれる方がありがたいわ。いいえ、それじゃあまたね。うん、僕は別に。ねえ、そのビスクドール、なんだか。いや、気のせいかな。ううん、そんなことはないよ。ごめんね、さっきの狼のショックが尾を引いてるのかも。ねえ、その亡くなったハンナさんは君とも知り合いだったの？さあ、そればっかりはわからないけど、そのドール本当にもらっていくの？ごめん、僕もそのドールがまるで生きてるみたいに見えて。おかしいよね、ドールが生きてるわけないのに。なんて名前にするの？じゃあその子は今日からハンナちゃんか。私、ハンナ、ママから名前もらった。ママ、私を可愛がってね。ママ、どうして返事してくれないの？どれくらい好き？誰よりも好き？僕だよ。まだ起きてる？ごめんね、夜分遅くに。あのドールと喋ってたの？
喋らないね。ママ、キスして。キスだって。ママ、好き、大好き、ママ。私を誰より好きになって。私が一番好き。ねえ、このドール、ずっとこんなことを言ってるの？ママ、私が好き、私が一番好き。何？ドール相手に一番だって言ったって、僕は嫉妬しないよ。そりゃあ、少しは複雑だけど。でも、あんまり嫉妬深いと愛想つかされそうだし。ママ、私が一番好き。さっきから同じ質問しかしないね。ママ、私が一番。急にびっくりした。でも、ありがとう。僕も、君を誰より愛してるよ。ママ、私のこと、好きじゃないの。じゃあ、私が、一番。今の音は、ドールから。ママ、私が、一番。私が、一番。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 ドールが、私が一番だから他はいらないね。あ、大丈夫？
うるさいな。こんな遅くに誰だ。ロビン先生。おや、ナギ君か。その腕に抱えてるのは、どうした？急病か？今すぐに見てください。彼女が。落ち着きなさい。先に彼女をベッドに寝かせて。それでどうしたって？急に意識を失ったんです。頭を押さえてものすごく痛そうで、うん、見たところ顔色は悪くないね。どちらかといえば君の方が蒼白だ。脈拍も正常、瞳孔も異常なし。貧血症状も起きていないようだし、これといって異常は。起きたか。君はついさっき凪くんに担ぎ込まれたんだ。どこか痛いところはあるかい？具合は？だ、そうだよ。本当に？よかった。何言ってるの？記憶が混乱してるの？おい、本当に大丈夫か？それ、本当に言ってるの？ナギ君を忘れているのか？それとも完全なる記憶障害か？私が誰だかわかるかい？この場所は。君のクラスメイト、レイ君や夏目君たちのことを知っているかい？じゃあ、君の目の前にいるこの生徒は？おい、勝手に入るぜ。お前いつまで引きこもってるつもりだよ。なあ、この部屋にいるんだろ？見えねえけど。今日もだんまりかよ。声くらい聞かせろよ。生きてるのか死んでるのかもよくわかんねえし。それともマジでいねえの？俺ずっと独り言言ってる？いるよ。生きてるよ。残念だけど。お、やった。今日こそ聞こえた。やっぱいるんだな。つうか残念じゃねえよ。むしろ安心した。
なんでずっと姿消してるんだよ。消そうと思ってそうしてるわけじゃないよ。ごめん。コントロールが効かないんだ。精神的ショックってやつか。